疲れちゃん。もうお昼だね。ちょっとお話ししていい？ちょっと今日話したいテーマがあってさ、今更なんだけどさ、開墾という仕事について語ろうではないか。なんかほら、先輩に YouTube さん、バーさんがいっぱい出してるしさ、今更俺が言うこともないかと思ったけど、最近やっぱコメントとかでもさ、俺のもそうだし、よそのね、YouTuber さん、伊藤さんとかさ、他のYouTuber さんのコメントもそうだし、結構やっぱほら、開墾に興味あったり、やりたいけどほら、どんな仕事か分かんないとかさ、給料とか時間とかさ、そう大変だとかなんとか、いろいろこういろんな話があってさ、まあやっぱここは一応今ほら、現役でね、開墾やって、トレーラー乗ってる俺が話した方がいいかなと思って、ちょっと撮ろうと思ってね。で、そのきっかけがさ、ほら、2、3日前にスマイリーさんちのテラさんがさ、ライブでさ、ほら、今、テラさん、開墾、開墾じゃないや、牽引免許、トレーラーのね、免許をさ、くねくね免許、今、一発試験、通っててさ、そう。それのきっかけっていうのが、そのテラさんの後輩の方がね、そのいつの間にか牽引免許取ってて、なんか開墾に転職するとかしないとかっていう話で、そう。で、実際そのライブで、一昨日ぐらい言ってたのが、その、もう開墾、その後輩の方始めたらしいんだけど、もうすごいきついって言ってたんだって。もう朝も早いし、もう並びとかもすげえもう並ぶし、もう大変だっつって、今までやってたトラックの仕事で一番大変だって漏らしてたらしくてさ。で、まあそれね、言ってることはまあわからんでもなくてさ、俺自身やってて思うのが、確かに結構向き不向きっていうか、結構分かれる仕事なのかなって。だから、楽っちゃ楽だけど、確かにきついっちゃきついし、なんつうかな。そう、やっぱ、どんな仕事でもそうだけど、向き不向きってあると思ってて、そう。あともう一個は俺が言うけどさ、ほら、配達に行くのか、校内なのかでも全然仕事が違うからさ。だから俺逆にほら、いつも言うけど、校内嫌いって言っちゃってるけどさ。だから、俺が校内嫌いな理由はそこだよね。校内やっぱ大変なのよ、きついのよ。もう暇なくバタバタ走り回ってさ、並びが伸びちゃったらそれは大変だし、どこ並ぶかももうぐちゃぐちゃになって大変だし、道路とかめちゃくちゃ混むしさ、そう。で、空いてれば空いてるでもう、バタ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 、バッチンコ切って繋いで、バッチンコ切って繋いでって走り回ってさ、そう。だから校内だと本当にきついと思う。ただ、ひとたび、もう鹿島市もそうだけど、ほら、こうやって配達出ちゃえばさ、まあ、その時間が8時だったり、9時だったり、10時だったり、1時だったり、まちまちだけどさ、まあ、ひとまず、配達出てる間はほら、結構気楽だからさ、そう、だから配達一本でもつけば、すごい楽しいんだよね。そう、で、ほら、なんだかんだ、配達から帰ってきて、ね、現場とか時間によるけどさ、早くてもね、昼前とか10時、11時になるし、遅いともう、戻ってきたら、もうパッチンコ切って終わりっていう時もいっぱいあるしね、鹿島市なんかそうだよね、もう。鹿島市終わってさ、もう帰ったらもう、ヤードにギリギリ搬入できて、あとバッチンって切って終わりみたいな。まあ、もしくはもう一本走って終わりみたいな、そんなパターンが多いからさ。だから俺も配達あるんだったらいいけど、逆にもし俺が配達なくてずっと校内だけやってたら、多分俺開墾続いてないと思う。そう。だから、極端に言うと、開墾って言っても、そう、校内ってこの間、ほら、動画で出したからそっちって言ったけどさ、要は港付近でその、ヤードからコンテナ乗っけたり、下ろしたり、ね、シャーシプールに切ったり、そのもう、港のこの、ね、埠頭近辺をずっとぐる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 、こうコンテナをこう持ってったり、下ろしたりする、まあ、仕事。まあ、我々でやっぱ大事な仕事だからさ、結局この、俺らがほら、この持ってくるさ、配達で持ってくるコンテナとかもほら、校内やってる先輩が取ってくれて、ね、シャーシプールに、ガチャンって切ってもらったのを、俺らが繋いでくるから、
で、ほら、ふ頭近辺にもいっぱい物流倉庫があるから、そういうとこのね、そういうとこも結構行ったり来たりするしさ、うん、冷蔵庫とかね、あのいろんな倉庫、バース付けもあるしさ、うん、校内もだから、なんだろうな、一概に嫌いとは言い切れなくて、楽しい時もあるっていうか、そう、結構倉庫とかほら、バック付けするのも、結構倉庫も狭いとことか多いしさ、あの、で、シャーシの入れ替え、こうバースの付け替えとかもあってさ、大変だけど結構そういうの楽しかったりするんだけど、うん、ただ俺はあんまヤードとシャーシプールをなんか切ったり離したり行ったり来たりってさ、もうすごい飽きちゃって嫌だ。やべ、こんなん言ったら怒られちゃうね。うん、俺は校内好きくない。そう。だからもうこれね、書いたのに全然使ってないから、ほら。開墾の仕事、要は楽なのかきついのか。まだ一つ目のポイントがね、今言った配達に行くのか校内やるのかで、きついか楽かはだいぶ変わってくるって話ね、一つ。で、あともう一個はね、さっき言ったその向き不向きの点でさ、ほら開墾ってやっぱり荷物の積み下ろしがないからさ、体力的には楽だよね。その結局荷扱いが一切ないから、トラックの運転手さんって結構ほらね、荷物も結構触ったりするからさ、あの、まあ、手積み手下ろしじゃなくてもさ、フォークリフトだったり、こうほら、ね、積み込みでこう、緩衝材挟んだりとかさ、まあ、いろいろラップ巻いたりとか、ほら、いろんな仕事があるでしょ、荷物に関わるさ、うん、で、運転ももちろんほら、荷崩れしないように慎重にならなきゃいけないしさ、まあ、それは開墾も一緒だけど、開墾はほら、荷物中崩れててもわかんない、わかんないっつうか、ほら、もう最初から崩れてるかもしんないし、そう、荷物に関しては基本的にほんとノータッチだからさ、そう。だから、そういった点で、荷物の扱いがないっていうのはまあ楽っちゃ楽だけど、その分ほらさっき言ったようにさ、もうすげえ朝っぱらからね、出てって並ばなきゃなかったり、配達もね、ほら、俺も鹿島市もそうだけど、ほら、もう2時起きで3時ぐらいには事務所出て、ね、パチンコって繋いで出てくるからさ、朝は早いよね。うん、まあでも、その分この待ち時間っていうのも結構あってさ、特に配達なんか来ればほらその、ね、時間が来るまでとか順番来るまではね、待機時間だから、ね、寝てようがスマホをいじってようがさ、つむつむしようがさ、ね、コメント司会しようが、まあまあ自由時間だけじゃん。そう、ね、で校内ももちろんほらヤードが開くのが早くても7時とか遅いとこだと8時半とかだからさ、ね、朝早く並んでもその時間まで、ね、みんな寝てたりとかして待ってるけどさ、ただ校内はひとたびヤードが動くとさ、もう結局なんだろう、そのなら並び、その並び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 がさ、俺的にはでもね、並びはねビヨーンってぶっちゃけ伸びた方が楽っちゃ楽なのよ。ほらだってもう伸びてるからさ、もうその並びが中にヤード吸い込まれて入っていくまでさ、まあ1時間なり2時間なり3時間なりね、場所によってかかるけどさ、うん、もう要は結局並び以外ないわけだからさ、別に並びながらのんびりね、あのしてればいいし、 YouTube ほらね垂れ流しながらさ、でずっと動いてるわけじゃないから、こうほらちょっと進んで止まって進んで止まってだからさ、別にあのスマホもタブレットも別にいじれるからさ、止まったらちょっと YouTube ね見たいの開いて、で垂れ流しながら進んだら運転すればいいだけだしさ、進むっつっても時速5キロとかそんぐらいだからさね、そう、だからまあもちろんね、一番楽なのはね、あの待機場があるところ、青海とか、まあ青海もそうだし、大井だと2号とかさ、そう2号の骨骨ロックとかね、返却とかはさ待機場があってさ、混んでても待機場があればさ、その待機場に入っている間はもう動かないから、10列とか15列とかいたらさ、もう 1,2 時間動かないの明白じゃん。だからそういう待機場に入ればもうほんとエンジン切ってもうね、シッターをしてさ、もう帰ってゴローンってくつろいでればいいから楽ちんだけど、あの5号とかさ、他のヤードはさ、並んでる間ずっと進むから確かに寝れないよね、寝れないしゆっくりはできないけど、でも別に時間潰しがそんな苦じゃない人はさ、さっき言ったように YouTube 垂れ流したりさね、ラジオみたいに聞いたりとかさ、電話したりとかね、なんかしながらダラダラ並んでればいいから、まあ楽っちゃ楽だけど、うん、やっぱそれが嫌だって人もいるから、それがまあ向き不向きなんだろうね、うん、俺的に逆にヤードが空いてる方がほら、さっき言ったようにもう
もうパチンコ切ったり繋いだり切ったり繋いだりもうバタバタ走り回るからヤードが空いてる方が嫌だよね。で俺がよく言うあの暇だと忙しいってやつ、そう暇だとヤードもガラガラだから、そう逆にバタバタして逆にそうもうなんか追われちゃって嫌なの、ね、そう別にそんなほら暇だから焦る必要ないんだけどさ、そうおーおーやばいギターがゴーンつったそうで何の話したっけ、そうだからきついのか楽なのかは配達行くのか行かないかで変わってくるし、あと俺この会社しかほら分かんないからさ、他の会社買い込み屋さんが分かんないけど、やっぱ会社によってもいろいろ違いみたいでさ、やっぱほら配達メインでコーナーやほとんどやんないっていう買い込み屋さんもあるみたいだしね、逆に会社によってはほら配達行く人がもう多分決まっててさ、ほら、ね、コーナーばっかりやらされるっていうところもあるだろうしさ、そうだからまあ極論言うと会社によるし、その自分がやる仕事による人によるから、きついからかはなんかそれぞれだし、うん、どこに楽さを感じるか、楽しさを感じるかとかで変わっていくんじゃないかなっていうね。で、まあ給料はね、俺ほら何本もらってるとかは言えないけどさ、うん、まあまあまあでも、ほら開墾自体が相場がね、ほらそんなトラックとかトレーラーの運転手の中ではほら、ね、そんなに高くないって言われてるから、まあ俺もまあまあそのぐらいの妥当な給料なのかなぐらいでさ、うん、まあ別に困らない、生活に困らないぐらいは全然もらっているからいいんだけどさ、うん、まあでも極端に言うとほら稼ぎたいんだったら開墾じゃないの乗った方が早いよねっていう話、うん、もちろん開墾でも稼いでる方いっぱいいるよ、そうでも稼いでる人もいっぱいいるけどさ、うん、やっぱ稼ぐためにはやっぱそれでもいっぱい走んなきゃないしさ、そう俺別にほらそんな稼ぎ目的にしてないからさ、その稼ぎ目的にしてなんかほらね、一本でも多く走ろうとかさ、稼いでやろうってこう目三角にね、しばしゃらせてね、バタバタ走るのとか好きじゃないからさ、うん、だからそう稼ごうと思うんだったらまあ買い込んでも稼げる人は稼げるんだろうけど、なんかもっとほら鋼材トレーラー乗るとかさ、ああいうもっと稼げるね仕事行った方が早いのかなって、給料だけ見るんだったらね、うん、で時間が長いのもそうだよね、そのやっぱ稼ごうと思ったらやっぱ、ね、結構先輩なんかもやっぱそうだけどほら結構朝早くとか夜中から走って遅くまで走ってる人もいるけどさ、うん、そういうことができるアイアンマンみたいな方はいいかもしれないけど、俺みたいに緩くやりたい人は向かないよね、そう、うん、だからだからまあ給料の面ではまあ、うん、あのどのぐらいっていうのはだからもうそれは会社によるし、どういう仕事するのか、その会社がほら歩合なのか固定なのかとかでも変わってくるだろうしさ、歩合の割合も変わってくるわけじゃん、 25% なのか 30% なのか 35% なのかとかさ変わってくるから、それも一概に言えないし、ね、まあでも俺はね、少なくとも俺はね、開墾はもうすげえなんか性に合ってるなと思うし、すげえ楽しいと思うし、そうね、だからで確かに開墾ほらそのね、ね俺なんかもそうだけどほら狭い現場とかもさちょいちょい行ったりするけどさ、それもだからほらきついとか大変と思う人はね大変かもしれないけど、俺はほらそういう狭い現場とかね行ってもほらそれはそれで経験値になるしさね、あのそれでこう腕が磨けて精進できるならいいかなって思うし、もちろん不安もいっぱいあるけどさね、不安もあるけどそれ以上にやっぱワクワク感とかもあるしさ、そう、そういった意味でもまあほら基本特性ド M だからね、そうだからド M の人はいいかもしれないね。でもなんか開墾屋さんでもほらおけつさんとかなんかもう俺なんか非なんないぐらいもう偉い現場とんでもないとこばっか行ってるしさ、それとは逆になんかあんまりそういう狭いとこは行かないで倉庫館とかさもう広い物流センターばっかり行くような開墾屋さんとかもあるみたいだから、本当それもだからなんかね、そこの開墾屋さん次第一概にどうとは言えないって感じでね、うん、時間もだから、うん、俺よりも全然長く働いて知ってる人もいるし先輩もいるし開墾屋さんもあるけど、逆に俺より全然短い人もいるだろうし、うん、給料だと俺より安い人もいれば俺より高い人もいっぱいいるし、うん、それはもうだから会社と人によるから何とも言えないって感じで、うん、でもやっぱね最初のやっぱハードルで言ったらやっぱ覚えることがめちゃくちゃ多いことじゃないかな、よく言われる。そ
そう、俺なんかほらましてほらね、東北の田舎もんでさ、まあ横浜来る前は新潟に住んでたけどさ、うん、関東なんか全然ただでさえ方向音痴なのに関東なんか全然道わかんなくて、ほら横浜にはもう来て6、7年になるけどさ、前やってた仕事が前言ったけどトビさんやってほら全国津々浦々出張ばっかり行ってたからほとんど横浜帰ってこなかったから、もう関東の道なんか全然わかんないんだよね。そうだからこのさほら地図買ってさ、もうすげえこんな感じで帰ってさ、見えるか、帰って地図にヤードとかさ倉庫とか書き込んでさ、こんな感じで見える、これこんな感じでさ見えないか、うん、さっき言ったようにほらヤードとかバブールだけでももうすげえ100カ所大げさじゃないよね、多分100カ所、100カ所は言い過ぎか、でも50カ所以上あるよね、バンプールとヤード合わせたらね、その東京だけでも、東京品川だけでも、でプラス横浜もでしょ。そうで、それプラスほらそのシャーシ切るさ、骨骨ロックとかをパチンコ切るシャーシプールもいっぱいあるからさ、それも全部覚えなきゃいけないし、でそのね並び方のルールとかさ、そのヤードとかバンプールの入り方とかも、まあ、大体似たり寄ったりだけどやっぱ若干ルールがあって違ったりするからさ、そうで見入り場どこ並ぶとかね、空っぽのコンテナどこ並ぶとか、骨骨ロックどこ並ぶとかも分かれてたりごちゃだったりとかさ、いろんなパターンとかあれがあるから、それを覚えるのは最初すごい大変だと思う。俺もすごい大変だった。まず最初道を覚えるのは大変だった。校内すら俺道を覚えられなくて、そう先輩に何回もほらここ、この間通ったらここに出るんだよっつって、んここどこですかって、もう全然もう校内すら道を覚えるのに1ヶ月かかったよ。今はさすがにもう覚えたけどね、うん、だから逆に言うと俺みたいな方向音痴でもね、道すら分かんない人間でも帰って勤まるぐらいだから、あのまあ意外となんとかなるんじゃないかしらね。だこればっかりはね、あの試しにやってみたらいいんじゃないかしらね。とりあえずやってみて、あの一旦覚えてしまえば、逆に言うと覚えることがいっぱいあるからこそ、それさえ覚えてしまえばもう半分攻略したようなもんで、あとはやりながら覚えていけばいいし、分かんなかったら先輩とか、あと俺もそうだけど結構そこら辺の開墾のドライバーさんにさ、もう並びとか分かんなかったらもう俺片っ端から聞いてたのね、もうすいませんっつってさ、もうほとんどの人は優しく教えてくれるから、みんなそう、やっぱみんな分かってるから、もうで先輩にも言われたけど、ほら動きを見たらもう、あこの人新人さんかなってやっぱバレちゃうんだよね。そうだからこう、そう、うん、だから結構ね本当優しく教えてくれるし、そう声かけてくれる人もいるし、うん、だから全然不安になることはないんじゃないかしら、ね、楽しいよ開講 ね。だからほらトレーラー乗るにしてもさ、ほら他の運送屋さんとかでさ、あのね、トレーラー扱ってるところはもちろんいっぱいあるけどさ、ほら結構聞くのがやっぱほら大型でちょっと少しね鳴らしてからトレーラーに行くとか、空きが出たらトレーラーに行くとかさ、そうで伊藤さんなんかもほら動画で言ってたけどさ、確かにほら大型の経験を積んでトレーラー行くのって有利な部分もあるしさ、伊藤さんがよく潰しが効くとかね、そう仮にトレーラーの仕事なくなっても大型で仕事できるよとかっていうのは強みかもしれないけど、俺みたいに、俺なんかもトレーラー一択でさ、もう大型乗るつもりさらさらなくてもトレーラー以外目もくれなかったから、そうだからどうやったら未経験で免許取り立ての初心者をトレーラー乗せてくれるとかあるだろうって探した時にさ、なんか候補はあったけど、やっぱり聞くとね、なんかこう乗せてくれるか怪しいっていうかさ、そうっていう感じがあって、そうやってなると極端に言うと開墾屋さんってトレーラーしかないからさ、開墾屋に入るイコールもうすぐトレーラー乗れるんだよね。そうだからもう俺みたいにもうトレーラー一択ですぐトレーラー乗りたい人は、まあ、開墾屋さんはありだと思うね。でここでほらもう開墾で経験値さえ積んじゃえばほらどうにでもなるじゃん。そうだからもうその経験、とりあえず経験積むっていう意味でもさね、あの開墾やってみるのはおすすめなんじゃないかしらね。で開墾特有のやっぱね、ほらトレーラーの中でも特に開墾特有の事故っていうのも俺も何回か動画出したけどあってさ、うん、そういうのさえ気をつければ本当すごい、あの楽しい仕事だと思うんで、
皆さんぜひ開墾やりましょう。なんていうためになる動画でした。あ、ほら、やばい。お昼休み終わっちゃうからもう終わり。ね、こんな20分も喋っちゃったからさ。これでまた動画撮れてなかったら俺もうやばいからね、もう俺。失踪するからね、俺。失踪するからね、知らないからね。そう。だから、開墾楽しいから、やりましょう、皆さん。ね。じゃあ今日の話は終わり。今日は俺朝なんかさ、朝何だっけ、あ、朝オムライス、なんとかオムライスっていうの食べて、そう、全然寝てたからお腹空いてないけど、マーガリンロールパンでも食べようかしら、ね、あんまりお腹空いてないけどね。あ、なんかほら晴れてきたよ。ちょっと窓開けよこれね。晴れてきた。あ、いいね。晴れてきたよ。ありがたい開墾の話をしたところで、すげえ熱くなってきた。だから終わり。あ、ちょっと待って、これ置くの忘れてた。決定やればよかったね。今更か。じゃあお疲れちゃん。